2006年撮影のニューヨーク軍裁判所、ニューヨーク軍裁判所は、ニューヨーク市ローアーマンハッタンのフォーリースクエアに面する、ニューヨーク州行為裁判所のニューヨーク州第一、裁判所管轄地区の民事訴訟と控訴部門の建物である。また、軍裁判事務官のオフィスでもある。花崗岩の表面を持つ六角形の古典ローマ様式の建物で、ボストンの EN。 ガイ・ローウェルによって設計され1927年に開業した60センターストリートに所在する。建物の正面の広い階段はホーリースクエアから重厚なコリント式中列まで連なっており、列中の上部は花崗岩に13体の彫像の浅浮き彫りを施した長さ43メートルの精巧な三角形のペディメントが備わっている。このペディメントとアクロテリオンは EN。 フレデリック・ウォーレン・アレンによるもので、三つの素像、方真実そして構成が彫り込まれている。フリーズには、秘文として、真の司法権は、良識ある政府の何よりも、固い柱であるという1789年のジョージ・ワシントンによる言葉が刻まれている。その重みと大きさはこのビルに、寺院のような外観を与えている。この建物に移転してくる。 以前のニューヨーク軍の裁判所は、チェンバーズストリートにあるツイード軍裁判所として一般に知られる建物に所在していた。ロタンダには何度も複製され最近も復元された壁画古くからの方が描かれている。EN、アティリウプスターラは1930年代に連邦美術計画のスポンサーの下、ロタンダに数々の絵を描いた。その壁画は6つの区画に分けられており、 それぞれの区画には、法の歴史に重要な歴史文化を描いた一体の図が配置されている。すなわち、アッシリアとエジプト、ヘブライト、ペルシャギリシアとローマ、ビザンチンとフランク、そしてイングランドと初期植民地に加え、最後の区画には、ジョージ・ワシントンとエイブラハム・リンカーンが描かれている。座像の上には、六人の立法者の肖像がある。すなわち、 ハンブラビ、モーセ、ソロン、ユスティニアヌス一世、ウィリアム・ブラックストン、そしてジョン・マーシャルである。この裁判所は1966年にニューヨーク市歴史建造物に指定された。この建物はすぐ南側にあり同じくホーリースクエアの東に面するキャス・ギルバートにより1936年に設計された。 コリント式中列を持つサーグットマーシャル合衆国裁判所の兄のような存在である。これらの建物は共にフェデラルプラザにスクエアを挟んで面している。このスクエアにはよりモダンな建物の連邦国際貿易裁判所も所在し、近くにはニューヨーク市刑事裁判所、ニューヨーク市民事裁判所そして遺言権人裁判所がある。ありがとうございます。